中山香織です。この動画では園田オータムトロフィーの3連複フォーメーション予想をお届けいたします。今回は7番のスマイルミー社が前走で兵庫ダービーを制覇した後、コバを一周する競馬で夏場にひと叩きされており、今回は万全で圧倒的な人気を集めることが想定されそうです。ただ前走がマイナス3キロですが馬体を落としていた点が気になるので、今回は対抗の2番手評価にして馬券を組んでいきたいと思います。そこで本命に選んだのがもちろん5番のベラジオ・ソナダ・ラブです。兵庫ダービーでは 0.5 秒差をつけられてスマイルミー社に敗れ2着となりましたが、能力は今回のメンバーでももちろん上位の馬です。もしスマイルミー社を撃破するのであればこの馬しかいないと言える存在です。今回は竹村達也騎手が予定されており、兵庫ユースカップ優勝以来のコンビとなりますが、この時前に行く競馬で早めから前に押し出す競馬が今回もできれば一発狙えると判断して本命に選びました。今回は3連複フォーメーションで1列目に5番のベラジオ・ソノダ・ラブ、2列目3列目に選ぶのが1番ブエラ・フェルテ、3番マルグリット、7番スマイル・ミーシャ、以上の3頭を選びました。最後3列目に選ぶのが4番カレーパン、8番スネークアイズ、以上の2頭を追加した3連複フォーメーション9点で勝負したいと思います。